はいどうもピョッキーです。今日はですね、消防のぬるきみんというゲームやっていきますか。まあ以前にもやったことあるんですけど、そちらは1で、このタイトルは2ということになりますね。このゲームどんなゲームかって言ったら、世界一可愛くて鬼畜なゲームということなんですけど、音楽からして可愛いね。いつも僕マリオメーカーで鬼畜なコースばっかりやってますけど、今回はこのゲームで癒されようかなと思います。無理だよこのゲームもめちゃくちゃ理不尽にやってくるからね。それじゃあ早速やっていきますか。でこれ最初タイトル画面でさ、クリックするじゃん。そしたらこのルキミンちゃんっていうのかな、めちゃめちゃ大量に増えるんですよ。で左上の爆弾とかもあるけど、これなんだろうね。エンド終わるかーい。さあ気を取り直してやっていきますか。普段僕の動画を見てくれてる方はですね、そんなに違和感なく見れると思います。ちょっと操作確認だけしていい？久しぶりだから忘れちゃってる。右が右で左が左でしょ。でシフトがキュートジャンプキュートなんかいらないんだよ、ジャンプだけでいい。そしてここはセーブポイントだったよね、この確かハムスターは。で R でリスタート、セーブポイントからやり直すっていう感じか。あー大体分かった大体分かった。それじゃあやっていきますか。もうめちゃめちゃ理不尽にやられると思うから、まあ、マリオでいうトロールコースみたいなもんだね。なんか起きるよこのトロッコ、絶対になんか起きる。やっぱなんかそうなると思ってた。で最初からこんなまでやめてよ、快楽の車。まあこんな感じなんですよ普段やってるマリオと何も変わらないな。間違えた間違えた、自分意外と難しいな、あそこ飛び越すの。シャボーン、時間をかけるな、こんなところに。まだ始まったばかりだぞ。この針飛んでくるみたいな、そんな罠が仕掛けられてもないで、ね、じゃあこのコインを取っていく。このコイン取ったら罠だと思うよ。でも端っこで取っておこう。そしてすぐ家に逃げれないな。なんか急に今真ん中移動してる。この間だったら当たらないとかそんなのないね。じゃあこのコイン無視しようか。そしてこの矢印の方向に進めさせてくれないね。え、じゃあ水中行けってことか。じゃあこの水中に行ってジャンプせー。なんか起きる、落ちるんだろ、分かってる、意外といけるのね。落ちることを期待したよ僕、水中の上歩けるなんていうことは期待してなかった。ただいまハムコ、ここは渡れるか、普通に渡らせてくれんのか、ジャンプしていこうか、ジャンプ。意外なんで2つ目の緑の場所がダメってことかな。じゃないよ、ギリギリまで右に行ってジャンプ。無理じゃないか、どうやっていくんだこれは。なあどうやっていけばいいのこれ。うん、なんか右に行ってもダメだしさ、どうやっていけばいいのこれ。左に行くみたいな、ダメだね、もう連続、もうむちゃくちゃしていくよ。もうどっかに抜け道があるんでしょ、そういうことだと僕は考えています。もうここで何回やられればいいのね、もうやめるこのゲーム。ゆっくり行けば行けるみたいな。はいだねー、こうなら何でも試してやるさ、ジャンプ連打で行ってみよう。あ、なんかいけたね今、水中でタイミングよくジャンプしろってこと。ちょっとそれでやってみようか。あ、そういう感じだ、いやわかんないよこれは。ハムコただいま。じゃあここは一旦このキノコを取って、なんでなんか左上にさ十字キーがあるんだけど、あれなんだろうね。キノコ取ったら操作がなんかおかしくなって、あー逆になるのか、あそういうことね。なんで今操作逆になってるけど、そして2個取ったら普通に戻るんだ。でこれで反対でしょ、うん、なんかもう頭狂ってきた。でこれが今正解の方でしょ、正解。で次が反反反、今反対の反ね。そしてここが正せー、どっち今、今がせーね、今せーなんで、次が取ったらはんはんはん、そしてせーはんはんはんで、せー今せーね、せーせーせーはんはんせーはん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 せーせーせーはんはんはんせーはんせーはん、今ハンね、ハンせー、次でいくよ、せーハンよっしゃさあハムコただいま。ねえこっからまだ反対が続いてんのね、絶対これなんか起きるやつでしょ、絶対途中で起きるやつだ。なんか何が来る、下から針が飛んでくるとか、それともこのリフトがパックに行くのか、どっちなんだ。タイミングがいい時に右にジャンプ、それでいけるんじゃないのか。どこだどこだ、タイミングだ、もうちょっとか、
ここ6個目、右から6個目と7個目の間でこのリフトが落ちた。なんでそこで右にジャンプすればいけるんじゃないかなと、そう思います。もうちょっとだね、もうちょっと我慢しよう。ここ、はい。じゃあ次は左下行ってみようか。左下の棒怪しくない？あ、来た来た来た、天国へのお迎えが。だがもう分かった、ここからタイミングよくジャンプすれば渡れないね。なんでそっちにも行くの？タイミングを見極めろ、スーパーサンシャイン。うん、あ、これ終わった？いや、まだ右の棒があるじゃん。あれ乗れるんじゃない？いけるかもしんない、あの右の棒に乗りさえすれば。シャーン、次は行くよ。こんなところに時間なんてかけてられるか。この花怪しいな、なんか急に人食いそうになるんじゃないのか。上もなんか降ってきそうだし。ただいまハムコ。あ、なんかさ、この樽ドンキーコングでなかった？で次は、あ、ボス戦か、ゴーレムだね。右の赤いスイッチの方に行けばいいんだけど、難しいなこれ、意外と当たり判定ないし。次ここだね、読めてんだよ。そして次は左か、これは簡単だね。多分この次が難しいんだよ、3回目もね、ワンは難しかったもん。あ、でもこれ簡単にいけそう。やった一発成功、これは簡単だったね。2周目もあるから2周目がめちゃめちゃ難しいかもしんない。ただいまハムコ、セーブポイント。そして次は、これはなんか上めっちゃ揺れてない？あ、上が迫ってきてんのか。なんで上が迫ってくる前に落ち着いていこうか。ジャンプジャンプ落ち着こう。こんなのマリオのコースに比べたら全然難しくないじゃないか。落ち着いていけばきっといけるさ。ノンストップでいこう、地獄までね。なんでこんなに難しい、ゲームを始める前はね、僕は思ってなかったよ、こんなに難しいなんて。ゲームをやる前は僕は癒されると思ってた、いずれからしてもこのゲームは癒されるゲームだと。でも僕はやってみると上から迫ってきている壁が、これは渡れない。集中しよう、数々鬼畜なマリオをやってきた僕にはこんなのぬるいと思うんですよ。もうノンストップで行くよ、ノンストップで行ったらこれいけるんじゃないのかな。なかなかいいね。はいはい、来たこれでハムコに会えるっていうことでしょ。なぜそんなのを求め、なんか意外と生きてる、なんか意外と生きてるね。なんかこのカニみたいなの、このまま進めってこと。セーブは意外と取れるんだ。そしてこれは、え、なんこれ、上下下、無理やろ。下に行った瞬間すぐ右だ、ウェー、右を失敗したらいけるみたいな。ウェーイ、いくらなんでも早すぎじゃないこれね。え、あ、ちょんちょんでいけるんだ。なんでこう下ちょんちょん押しながら右を押し続ければいけるみたいな。下ちょんちょん、右ちょんちょんちょん、右ちょん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 らま、ちょん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 、もう右も下も常にちょんちょん、もうこのちょんちょんで先にいけるんじゃないか。よっしゃ来た、ぬるいんだよこれ。なんか起きるんじゃない？なにそれ、なにそのアップ、ちょっと怖いんだけど。なんか起きるよ、絶対に起きるよ。なんでリアクションの準備しとこう。なんか怖い、なあ、なんで危ないの。次だね、ここなんか見えないっぽいけど実は橋があるみたいな、そういう感じじゃないの。ないよ、どっかに足場があるんだろ、わかってる、隠しブロックか、たまにそういうのあるよね。ここだ、パーン、下だね、下から思いっきり右にジャンプすれば渡れるんだろう。そうしたら橋ができるんだろう、見えない橋が。そうだろう、君と僕とのサザンビーチと一夏のアバンチュール。これ左の橋を持ってくるんだよきっと、なんかそんな気がしない。ここ怪しくない？なんかこのアップが怪しいもんね。このアップした時にマウスでクリックしてみるみたいな。なるほどね、ここでコピーすればいいのか。で右に行ったら貼り付けれると、そういうことなんじゃない。ちょっとやってみようか、ペーストこんだけでよかったのか。教えてくれよハムコ、たまにはヒントも出してくれよな。じゃあここでハムコ取って、このおにぎりなんか罠に引っかかるよかしないけど大丈夫。何これ、分かった、
今何が起きた？このデブになってどうすればいい？あ、ジャンプして、なんかこれ難しい、難しくないこれ。こっから一気に難しくなってきた。キーボードで上にやりながらジャンプもしろと、そういうことですね。なかなか難しい要素を持ってきやがる。ここで下、はい、上、もうクリアするよ。人生のね、みんな聞いてほしい。僕こんな感じのキーボードでやってるんだよ。これで上とか右とか下とかジャンプとかしながらさ、そんな難しくないかな。ここで上、シュタグピオキング。これいろんな実況者がしてますけど、僕が一番難しい自信があるね。なんでかって、こんな難しいキーボードでジャンプ。さあここで落ち着け。いつも落ち着いてないけど、このゲームをやるときぐらい落ち着こう。落ち着いたね。しょうもねえな、いつもいつも見てくれてる方に申し訳ないで。ここでジャンプ、そしてここでジャンプ。なかなかいいんだろ、これ真ん中でいいの。そしてく意外といけるね。ここでジャンプ、はいジャンプ、このまま行こう。ここはどこ、私は誰、ザコキング。集中しよう、ジャンプ、はいここでもジャンプ、意外とジャンプで、ここで上でジャンプ、来た。よっしゃよしよしよし、ここでチェックポイント取ろう。そして次はこの山登っていけっていうこと。クリックだ。ワンの頃もあったぞ、この下の地面。これを動かせばいいんじゃないのか。意外となんもなんないな。そして右ゴールって書いてるけど、これゴートでしょう。先にヤギがいると思います。え、これどうするんだろう。右もダメ、登れもしない、クリックもダメ。なんか右のおにぎり、あれおにぎりかな、なんか目ん玉みたいになって可愛いね。これ左なんかある。あ、なんかあるね。あーね、そういうことね。冷て。あ、間違えた、間違えてアロマをしてしまった。これ絶対ゴートだよ。ほらね、ヤギがいる。このヤギが何かしらの謎を出してくるんだよな。そしてその謎を解けばゴールみたいな。 Thank you for playing, this is the last trap。 ちょっと待って、これ写真撮っていい？いや撮りすぎた。4、5枚撮った。コインプラスで何かしらのなんかになってるね。まあ、とりあえずコインのところ行こうか。多分ね、スタート位置に戻されると思う。なんかのキーを入力してかける2、なんかのキーを2回入力しなきゃいけないんだろうね。さあ行こう、このままゴールと。ここどこ、あーなん、もうドロッコはいいって、もう頼むって。ここでもチェックポイント、チェックポイント取ったから僕も勝ちだもんね。これ何かのアルファベットっぽいんだよね。左が空洞が L に見えて、右が F、 いい、なんかそんなに見えない。 A にも見えるね。 LF で行ってみようか。 LF を2回押してみます。このコインを取って LF、LF、 意外なんもなんない。 LF じゃなかったの。 LA だ、 LA を2回押してみよう。 LA、LA、 やったチュートリアルクリア。ただこれ2周目あるんでしょ。僕知ってるよ、その2周目が激ムズになってるんだよな。この1周目よりもさらに難易度がめちゃめちゃ上がっててさ、オープニングループ君、そんなコースあったか。そんなコースなかったよ、僕見てないよ。さ、そんななかったよね、あんなの。何やりましたみたいな雰囲気出してんの。こんなコースもなかったな。なんか右のあのスライムみたいなの、ヨッシーアイランドだったっけ、スーファミで、なんかいなかった。知ってる方は知ってるかもしんない。そしてこれはロボット、あ、これもしかしてさ、次に出てくるんじゃない、このロボットみたいなんとか。それの、なんていうの、オープニングっていうか、うん、そんな感じなんじゃない。これが自作のオープニングみたいな。で、これ黒ヤギ、さっき白ヤギだったもんね。いや、次が楽しいだな。どうしよう、今からしようかな、すげえ悩む。次回に回してもいいんだけど、次回は宝箱が出るのか。で、これさ、よく気づいたら、このルキミンちゃんっていうのかな、これ帽子ハートがついてるんだよね。で、さっきのハムコもさ、帽子かぶっててハートがついてて、ちょっとおしゃれしてんだよね、かわいいよね。さあ、ここまでプレイしてくれた素敵なプレイヤー、あなたどうもありがとうございます。すいませんね、せっかくゲームやらせてもらったんですけど、一言も言わないで。エンドロール一文字も読んでませんでしたね。鬼畜度マックスなアクションゲーム、ショボンのルキミン、 You are perfect ショボン。どうもありがとうございました。シャボンのルキミン3も応援よろしくね。このまま2周目やってくぜ。なんでかって、絶叫がしたりない。
どうも頭おかしい系 YouTuber です。で2周目さ、なんか2段ジャンプできるみたいなの書いてるんだよね。これ2段ジャンプだったらめちゃめちゃ攻略が簡単に、いや間違えた、いや違うんだ。でもそれはいいんだ、ここも2段ジャンプしていくよ。2周目開幕ドクルマン。今日の動画長くなるかもしんない、見てくれた方どうもありがとうございます。さあここはやっぱコインダメだよな、取っていく、ちょっと一旦取っていく、どうせダメだと思うけどね。ここで LA 押してみようか。 LA ロサンゼルス。ふざけるな、2周目ふざけてたら一生クリアできないぞ。ここはあ、なんか下に行った。え、これ下に行って、あーさっきのスライムじゃん、なんか可愛いね今回。ここなんかサンサンサンみたいになってる。じゃあ一旦ここでセーブしようって。ここやっぱりね、そう来ると右側の地面も怪しいぞ。一旦渡ってみるか。それはずるい、隠しブロックか、マリオみたいなことしやがって。この地面踏めないんだろ、分かってた。今上にも隠しブロック出てこなかった。あー、ここの上に行けっていうことなんじゃない。あー、ここから右に2段ジャンプだ、しっかりしろ。それでもマリメ実況プレイヤーか、余裕なんだよ、無機物。じゃあここは一旦弾を避ける、そして2段ジャンプして、何、突き進め、突き進めばあの弾もきっと受けれるだろう。ここだやったぜ、もう俺に立てつくんじゃねえぞ弾よ。そしてここはボスっていう感じかな、さっきのロボットが出てきて。やっぱりそうだよね、何このレゴみたいなやつ、なんかいけなくないこれ、これ上乗れる、あ、この上に乗っていくみたいな、あ、多分そんな感じだね。このゲームはね、ボス戦開始したら右に突き進めばいけない。どこだ、どこがアンチなんだ、一旦すぐ白いブロックに乗っておこうか。そしてここがアンチだね、ここアンチなのは覚えました。上に乗ってもいけないの、もう今ので大体分かったぞ、ここだろ。ウェーイ、これ3回あるんでしょ、これむずくない、1回目これめちゃめちゃむずいじゃないですか。きた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 、一度頭を空っぽにしよう、そうすればゴールができると思うんだ。なあみんな、そう思わないかい。ここで右にパーン、発狂するよ、そろそろこれ以上僕をやると発狂してしまうよ、みんなの耳を毒してしまうかもしれない。僕ガチでいこう、むずけー。ただみんな分かってくれ、僕はあのキーボードでやっているんだ、その難しさ分かるかい。ガチで集中します、これ一生クリアできない気がしてきた。集中すればこっちのもんだっていうことを伝えてあげるぜ。キャー、もういいよ、もうこんなボスに時間をかけるな、コンバートラブイみたいな見た目しやがって。はい、そして次、うん、ふざけるな。スイッチ踏んだらすぐ逃げる、これがこ攻略法だよ、ここら。そして次は何なあ、すぐ右に行くのダメなんでね、難しいよこれ。レゴブロックのコイン出しながらだとそんな無理やか。無理ではない、マリオでも今まで無理と言われるコースをカツカツクリアしてきたじゃないか、その力今見せつけようじゃないか。無理だよ、早く行こう、これ多分もう早く行ったーい。タラタラタン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 くそ、こんなに可愛い音楽しやがって、中身は全然可愛くないじゃないか。ちょっとマジで集中するんで黙りたいと思います、ただ僕が黙るとそんなに変わらない、黙っても黙らなくてもあんまり変わらないんだ、これでどうだ。はいやー、ぬるいんじゃないのか制作者よ、このぐらいで僕がわーわーギャーギャーと言うと思っているのか。さあいいところまで来れた、はー、次で行く、行かなかったらここカットする。シェシェワンチャドリャー見たかめちゃめちゃ時間かかった今のところ。あー、ちょっと待ってよマジかよ、これ反対、せーと反対にして今せーはんはんせーせーのペペペペー、ここ絶対難しいよ、はん、もうはんとせーしか言わない、で次がせー、あ、はん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 せー、反省、もう頭がおかしくなりそうだ、笑ってくれ、こんなに醜い僕を笑ってくれ、ここで今はんはんか、はんのまま行こうか、そして次がここでせーはん、何これもう分かんないよ、こんな、なんか浮いてる
ここでチビにされるんだろ。分かってる。そしてこの先にはハム子が待ってると、そういうことだと今ハンなんだね。ハンのまま進めと。ほらハンのまま、ここ難しくないか。絶対無理じゃんか、こんなハンのまんまだったらさ。カーッて。これで通常に戻った。下下下、早いな、難しいな。ちょんちょんちょんちょろちょん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 。お、ここ真ん中いいんじゃない。お、なんか真ん中当たんないね。綺麗な真ん中だね。多分ここがいいんじゃないのか。そしてこのまま右に行く。よっしゃ。あんまり苦戦しなかったね。で、ここはコピー&ペーストの場所、同じなんかな。そのまま行ってみる一旦。で、ここでコピーコピー、そして次ペーストかな。同じやん。なんか違う罠用意しろ。ここちょっと制作者サボってんじゃないのか。今もちょっと僕罠期待したよ。落ちるとかさ、なんか用意してきてよ。ここはまたここ、なんか針多くなってない、さっきより。なんか今何段ジャンプできた。今めちゃめちゃジャンプできたよ。分かった、ここは何回もジャンプができるんだ。そうだろう。そしてこの針をどんどん避けていくと、これは難しいけど意外といけるもんだな。次は真ん中。どん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 速くなってきてるって。大丈夫、このままもうゴールまで突き進んでくれ。うますぎる。苦戦しなかったね。マリオが生きてるかもしんない。で、ここ左下にあるっていう感じでしょ。ここもさっきと何ら変わってないね。で、この次はゴールじゃなくてゴート、黒ヤギ。あ、やっぱりね。あの黒ヤギがなんかヒント出してる。コインのところに行けばいいのかな。なんかステップステップ、毒沼ステップって書いてるの。これ簡単だね。さあ、その毒沼ステップ、どこをステップしていけばいいんでしょう。またこれがさっきと一緒じゃんか。なあ、毒沼ステップ、ここか。これでいいのか。なんかいけそうだったこれトロッコ取る必要あるんかな。どっちなんだろうね。まあさっきトロッコでいけたからさ。トロッコでターン、はい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 、よっしゃ来た。これでいやっちゃいや楽しかった。これで終わりでしょ。多分3周目はないよな。最後のエンドロールはどんな感じだ。次まだ見たことのないような映像、見てないよそんなの。3周目、それとも自作のやつかな。この絵はなんかいかにもね、さっきやりましたみたいな、そんなエンドロールだけど。あ、これ自作のやつだ。これ見た、ちょっと見たことあるんだよね。あー、なるほどね。っていうことはこのタイトルはこれで終わりと、そういうことだと思います。次はなんかね、海賊の秘宝みたいな感じのタイトルだったと思います。いやー、めちゃめちゃ楽しませてもらったね。鬼畜だけど、まあ、いつもやってるマリオとは雰囲気も違って非常に楽しませていただきました。内容的にはそんなに変わんないような気がするんだけどね。まあたまにはこうやって違うゲームをやってみるのも新鮮でいいね。ということで、今日のこのショボンのルキビン、ここで終わりたいと思います。どうも最後まで見てくれた方ありがとうございました。鬼畜度マックスのアクションゲーム、ショボンのルキミン、You are perfect ショボン。このゲームはハートフルではなかった。知ってるよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。